武井義明と申します。編集者です。自炊が好きで料理が好きなもんですから、海外行ってもアパートを借りて、自分で料理を作って食べてるんですね。でそれを、まあ、旅の記録として撮っています。でそういう時にはもう圧倒的にいいですよ。一人旅をする時は必ずカメラは相棒のようにして持っていきますね。もう友人と思って持ってきます。東京にいても海外にいても同じ日はないわけで、その印象をそのまま閉じ込めたいなと思うんです。カメラっていろんな個性があって、いわゆる流行り言葉で言うと持ってくれるカメラもいっぱいあるし、でもシグマのカメラはまずはそのまま撮ってくれますよね。それでローで撮るようにしてるんですけど、データはそれでパソコンに取り込んでから、その時の自分の印象に近づけるように、現像をします。そこまで含めて楽しいです。